せいたしました。渋谷駅から始発電車が発車いたします。ドアが閉まります。うん、どっちかな、これかな、これかな、うん、おはようございます。模型の時間は朝5時になりました。渋谷駅、二子玉川駅、中央印鑑駅、そして長下、さまざまな駅から新幹線列車が動き出しました。これから東急線の新駅が始まります。すごい来た、来た、来たね。お姉ちゃんは？お姉ちゃんなんだろう。三分分で来たの。ねえ。三分分で来たの。まもなく江田駅に入りますと、新しい車両、福井電車の渋谷方面行きです。この電車、後から参ります。特急の通過待ちを行います。江田駅で少々お電車をお願いします。鉄道模型をダイヤグラムに合わせて運転するという取り組みは、このように環球接続を楽しむことも可能です。各路電車は運転者が運転しております。全長3、航空規定、長下検測、そして広報など様々な仕事を分配し、接続と同じような運転を再現しています。本日は東急車両から新型車両の搬入が横須賀線、金閣線を通しまして横浜線経由で長下へと運ばれてきます。県立区別機関車は新区別機関車の経営者です。大井町専用の新型車両です。搬入の様子がこの後長下駅構内で行われます。ご興味がございましたらご覧ください。なお全体のご案内に関しましては全線を通してご案内をしてまいります。次は白田の方は進んでないな。時計の時間は8時30分、今一番交通が多い時間帯です。渋谷駅からは、グランドプリンスに出演します。打ち上げからの準備を長下駅が発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。ドアが閉まります。準急長下駅が渋谷駅を出ました。電車は今中央林間まで運転をするのに、この時間になぜ長下駅があるかといいますと、朝の通勤時間帯列車の本数を増やしています。これがだんだんお客様のご乗車する数が、落ち着いてくるため列車の本数を少し減らしていきます。朝の通勤時間帯に活躍した車両は過去がある長下駅との距離が運ばれています。なお中央林間までご利用のお客様への
便利のために中央に行った列車電車と長津駅で高速を取ります。上り下りともすべての列車がダイヤ通りに行っております。8541系は回送電車です。ご乗車にはなりませんのでご注意ください。水戸口までは大井町線をご利用ください。二子玉川回送電車が通過いたします。通過だって。